ロバート・ギブソンは、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハ出身の元メジャーリーグベースボール選手、右投げ右打ち。ニックネームは、フート・ジビー。1962年7人兄弟の末っ子として生まれる。幼い頃は、体が弱く、来る病、気管支喘息、肺炎、心雑音などを患っており、成人するまで持つかと言われていた。10代になって、 急激に身長が伸び、クレイトン大学時代は野球とバスケットボールで奨学金を得て活躍した。1957年にセントルイスカージナルスと契約。1959年4月15日の対ロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。しかし結果を残せずマイナー降格。7月に最初を格し30日の対。 新シシナティレッツ戦でメジャー初勝利をカンプで飾った。同年は3勝5敗、1960年は3勝6敗に終わる。1961年はメジャーに定着し、13勝12敗、防御率3.24を記録。速球の威力は十分だったものの請球が悪く、リーグ5位の166奪三振の一方で、リーグワーストの119支球を与えた。 1962年は前半戦で10勝を挙げ、自身初のオールスターゲームに選出されるが、当番機会はなし。シーズン通算で15勝13敗、防御率2.85208奪三振、リーグ最多タイの5完封を記録した。1963年は5月まで、防御率5.72と不調だったが、その後調子を上げ、18勝9敗。 防御率3.39の成績。1964年は後半戦で13勝を挙げ、19勝12敗、防御率3.01245奪三振を記録。チームはフィラデルフィアフィリーズとの最大11ゲーム差を逆転し、18年ぶりのリーグ優勝。ニューヨークヤンキースとのワールドシリーズでは、第2戦で先発したが8回4失点で敗戦投手。 第5戦では、完封目前の9回西から、同点本塁打を浴びるが、10回に、尿房役のティム・マッカーバーが勝ち越し3点本塁打を放ち、13奪三振で、関東勝利を挙げる。3勝3敗のタイで迎えた第7戦では、ミッキー・マントル、クリート・ボイヤーらに、本塁打を浴びるなど、被安打9で5失点の9奪三振の力投で、関東勝利を挙げて、ワールドチャンピオンとなり、 シリーズ MVP に選出された。1965年は、開幕から8連勝を記録し、3年ぶりのオールスターゲームに選出され、以後5年連続で選出される。自身初の20勝を挙げ、防御率3.07、リーグ3位の270奪三振、リーグワーストの34飛本類打を記録。初のゴールドグラブ賞を受賞し、以後8年連続で受賞する。 1966年は21勝12敗、防御率2.44、サンディコーファックスらと並んで、リーグ最多の5完封を記録した。1967年7月15日の対、ピッツバーグパイレーツ戦で、ロベルト・クレメンテの打球が足を直撃し、飛骨を骨折。シーズン中の復帰は、絶望的かと思われたが、驚異的な回復で9月に復帰。 怪我の影響がありながらも13勝を挙げ、チームは3年ぶりのリーグ優勝。ボストンレッドソックスとのワールドシリーズでは、第1戦に先発して10奪三振1失点、関東勝利。第4戦で5アンダカンプー。第7戦では5回に、本塁打を放ち、10奪三振で2失点関東勝利を挙げて、ワールドチャンピオンとなった。3勝。 防御率1.00の大活躍で2度目のシリーズ MVP を受賞した。なお、同年の対列戦では、トニー・ペレスへの厳しい内閣級をめぐって、両軍ベンチ総出で乱闘寸前となり、結局これを収めるために警官隊が出動し、試合は12分間にわたって中断された。1968年は5月まで防御率1.52位ながら、 打線の援護がなく3勝5敗だったが、6月2日からすべて関東で15連勝。6月6日から5試合連続完封、連勝中20完封を記録するなど、絶好調で最終的に22勝9敗、防御率1.12268奪三振、28関東、13完封、ホイップ0.85という驚異的な成績を記録し、最優秀防御率と、 最多奪三振を獲得、チームのリーグ連覇の原動力となった。この防御率1.12という数字は、いわゆるライブボール時代以降では、歴代最高の成績であり、2位がドワイトグッテンの1.53であるから、いかに圧倒的なものであるかがわかる。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでは、第一戦で31勝を挙げたデニー・マクレインと、投げ合い、 シリーズ新記録の17奪三振で完封勝利。第4戦では4回に本塁打を放ち、10奪三振1失点で関東勝利を挙げ、3勝1敗とお手をかける。その後3勝3敗の対にされて迎えた最終第7戦では6回まで内野安打1本と完璧に抑えたが、7回にしから連打を浴び、中堅守カート、フラットの転倒など、 風もあって3点を失う。結局4失点で完投するが、敗戦投手となり、3勝4敗で敗退。MVP とサイアング賞を同時受賞した。1969年は20勝13敗、防御率2.18269奪三振、リーグ最多の28完投、キャリアハイの314.0イニングの成績。 1970年は5月23日のフィリーズ戦で自己最多の16奪三振を記録し、その試合から10連勝。7月28日からは7連勝を記録し、23勝7敗、防御率3.12、キャリアハイの274奪三振で最多勝ちのタイトルを獲得し、2度目のサイヤング賞を受賞。1971年8月14日の タイパイレーツ戦では、ノーヒットノーランを達成。16勝13敗、防御率3.04、リーグ最多タイの5完封を記録した。1972年は、開幕から5連敗を期するが、その後3完封を含む11連勝を記録。19勝11敗、防御率2.46208奪三振の成績だった。 1973年は8月から故障でおよそ2ヶ月離脱して25試合の当番に留まるが、12勝、防御率2.77を記録。1974年は、リーグワースト隊の24非本類が、9年ぶりに100を超える104支給を与えるなど衰えが見え始め、1975年に3勝10敗、防御率5.04に終わり、 同年を最後に現役を引退。ギブソンの背番号45。セントルイスカージナルスの永久決番に1975年指定。最終出場は1975年9月3日だったが、その2日前の9月1日に、ギブソンの背番号45はカージナルスの永久決番に指定された。1981年には、四角1年目でアメリカ野球殿堂入り。 引退後は、メッツ・ブレーブス、フルス・カージナルスで、投手コーチを務めた。コーチ時代は3球団で、上等理監督とコンビを組み、長年カージナルスの特別アドバイザーも務め、更新の指導に当たっていた。2020年10月2日、1年以上にわたって、闘病していた、水臓癌のため、故郷ネブラスカ州オマハの緩和ケア施設にて死去。84歳ボ くしくも、かつて1960年代から1970年代に、かけてのカージナルスにて同じくチームメイト、看板選手だった、ルーブロックの死去からほぼ1ヶ月後のことであった。投球後に一塁側へ大きく倒れ込む豪快な、投球フォームから、繰り出される、強し速球や厳しい内角攻めを武器とするスタイル。打者に立ち向かっていく姿勢と荒い気象から、フートの異名を取った。 もともと請求力が高いわけではなかったため、子球や頭部付近へのビーインボールと疑われる投球が多く、ヘッドハンターと呼ばれた。スリークォーターから一級品のカーブに加えて、速球と球速の変わらないスライダーも投げていた。特に、ギブソンとドン・ドライスデールの大記録があった1968年は、ハンク・アーロンをして、ハードスライダーが決まる時のギブソンは、全能の神と言わしめた。 守備が抜群にうまく、ゴールドグラブ賞の常連でもあった。打者としての能力も高く、通算24本塁が、144打点、13、盗塁を記録。しばしば代打や代走でも起用された。ワールドシリーズでは通算で9試合に登板し、うち8試合を、関東、81イニングを投げ7勝2敗、防御率1.89。 1964年から1968年にかけては7連勝を記録した。打者としても日本塁打を記録している。ありがとうございます。